をご覧の皆さん、こんにちは。プレイズニュースレポーター、日本イエスキリスト教団羽浦キリスト教会牧師の福田勝利です。今日は去る5月4日から6日、兵庫県の明石人丸教会と関西聖書神学校を会場に開催された第80回主夜聖会の様子をレポートいたします。主夜聖会は神戸市垂水区塩屋の山にある関西聖書神学校を会場に毎年開かれて、今年は第80回のメモリアル聖会でした。現在の関西聖書神学校は老朽化が進み、阪神淡路大震災や数年前の淡路を震源とする地震の影響を受け、耐震診断の結果、昨年秋から講堂と教室のある講堂棟は立ち入りが禁止となっております。それでも第80回の記念すべき塩屋聖会は例年通り塩屋の山での開催を願い、大型天幕での開催も考えられましたが、周辺地域の配慮、収容人員が限られることなどを考慮すると、塩屋の山での開催は断念せざるを得ませんでした。そこで近隣教会にお願いすることとなり、霊的な流れを同じくし、収容スペースがあり、交通の利便性もある日本イエスキリスト教団明石人丸教会にお願いをしたところ、加藤郁夫牧師と教会がご承諾をくださいました。このような事情の下で初めて主屋の山から離れての主屋聖会でした。しかし会場が変わっても主は変わられないお方であることを実感させられる聖会となりました。素晴らしい会場で、素晴らしい講師陣で、例年の聖会に勝るとも劣らない聖会となりました。主題聖句は神に生きるためにと掲げられ、修講師に元日本イエスキリスト教団委員長、教団顧問を歴任してくださった高橋虎夫先生が立てられました。その中で第1回目の聖会は4日日曜日午後、明石人丸教会を会場に、池田中央教会牧師の鎌野義美先生が、なお深く主を知ろうと、私たちの信仰の在り方を具体的に明瞭に語ってくださいました。5日月曜日の午前6時30分からの蒼天聖会は、関西聖書神学校祈祷室を会場に行われ、主やキリスト教会牧師の中島信光先生が、神殿建築のビジョンと題して、主に忠実に従うものであるように迫られました。同じ5日午前の明石人丸教会には、400名を超える会衆が集まって、第80回聖会にふさわしい聖会となりました。修講師の高橋先生は、テーマ聖句より、神に生きるために、神の神殿とされたのですから、聖なる主の住まいとして見分けを目をしていただきましょうと語られました。午後からは昨年11月25日に昇天された前主屋聖会委員長で垂水教会牧師の森文彦先生を偲ぶ聖会になりました。メッセージは加賀東教会牧師で主屋聖会委員長でもある工藤博夫先生が、今あなたはレムナントと題し、私たちは神に選ばれた香り高き残りの民ですと語られました。6日火曜日の蒼天聖会は再度
関西聖書神学校を会場に、関西聖書神学校校長の中澤隆一先生が、私の霊によって生かすと題して、主の霊によって神に生きるものにしていただきましょうと語られました。6日の午前は、明石人丸教会に戻って、高橋虎雄先生が、キリストができるまでと題して語られました。一度探られ、悔い改めさせられ、聖霊の恵みに預からせていただきました。この聖会では、関西聖書神学校の在校生たちによる賛美もありました。また、神への献身の決心が迫られ、牧師、伝道師としての直接献身を表明された方が5名、信徒として教会で献身的に奉仕をしますと決心を表明された方が36名ありました。私も神学校を卒業して43年目になりますが、その間5つの教会で奉仕をさせていただきました。しかしこの聖会でもう一度強く迫られ、主の前に献身者の姿勢を新しくさせていただきました。関西聖書神学校の講道棟が再建されるまで続いて、主の祝福のうちに清き霊の流れの中にある主や聖会が継続されるように祈っていただければ感謝です。以上、第80回主や聖会のレポートでした。ありがとうございました。